平成10年台風第7号は、1998年9月にフィリピンに上陸後、最盛期勢力で紀伊半島に上陸した台風である。進路図1998年9月17日21時頃、南シナ海で台風7号発生。19日には、フィリピンのルソン島に上陸。その後発達しながら南西諸島の東海上を北東方向に進み、 22日13時過ぎに和歌山県小坊市付近に強い勢力で上陸した。上陸直前の中心気圧は最盛期勢力の960ヘクトパスカルであり、上陸後も勢力はあまり衰えなかった。その後台風は近畿地方を北上して富山湾から日本海沿岸を進み、22日22時過ぎに山形県鶴岡市付近に再上陸。 そして東北地方北部を通り23日9時頃に北海道の東海上で温帯低気圧に変わった9月21日に台風8号9月22日にこの台風7号と2日連続で台風が近畿地方に上陸したこの年の9月は9月16日に台風5号も東海地方に上陸しており年間の台風発生数が少ない割に 日本への上陸数が多かった。なお、台風6号と台風9号は日本に接近しており、9月に発生したすべての台風が日本に接近したことになる。広い範囲で暴風を記録した。台風の移動速度が比較的速かったため、風の記録がより大きくなったと考えられる。台風第8号によるものも含む、二つの台風の北上に伴って、 前線活動が活発となったため、台風による被害は広い範囲に及んだ。この台風7号の被害総額は約130億円に上った。中でも特色は文化財建造物が密集する関西地方を直撃したために文化財建造物の損壊、損傷被害が顕著であったことが大きい。奈良県で室腕らなど52件、滋賀県で18件。 京都府で二条城など5件の被害が報告されている。とりわけ、室う寺五十棟は近隣にあった高さ50メートルの杉の古木が吹き倒されており、倒れる幹に巻き込まれて屋根が損壊する被害を受けた。棟の修復のため、秘物などの時報を博物館で特別展示するなどして修復費用を集めることとなった。また、高野山の奥野院山道では、 次の巨木が相次いで倒れるなど文化財損傷の主たる原因は隣接する木々の倒伏によるものが多い。その他農業の被害も大きく奈良県和歌山県にまたがる柿の特産地は果樹の落下、樹木の枝折れなど深刻な被害を受けた。台風通過後の24.25日には前線の影響で高知県で記録的な大雨となった。9月19日に フィリピンのマニラとセブトを結ぶ定期航路プリンセス・オブ・ザ・オリエントが台風の暴風雨の中を航行中にベルデ島水路のフォーチュン島付近で沈没し死者51人と行方不明者216人を出す海難事故が発生した。ありがとうございます。